私たちの日々の暮らしは多くのエネルギーを必要とします。どこかに出かけるにも、のんびり過ごすにも、人とつながるにも、世の中を知るにも、文化を楽しむにも、エネルギーが必要です。大切なエネルギーのこれからをとことん考えて答えを出していくこと、それがエネオスの仕事です。エネルギーを素敵に、エネオス。琵琶湖成蹊スポーツ大学の松田陸です。アピールポイントは攻撃参加からのクロスボールです。一日でも早くアジスタでプレーして、皆さんに活躍しているところを見せたいと思います。応援よろしくお願いします。今は授業が月曜日しかないんですよ。なんで月曜日だけ帰る感じで、いや電車の中が静かすぎて関西やったらみんなうるさいんですよ。けど関東みんなもう何も音聞こえないですよ。すごいです。衝撃で東京すげえみたいな、誰も喋ってんぞみたいな、静かすぎて面白くなってきて、ちょっと一人でまだ謙虚でやってる感じですまあもうそろそろ出していいかなと思うんですけど本当はまあ自分で仕切って、まあ大学でも自分が仕切ってやって一つにしていく感じです。まあキャプテンじゃないですけど、高校の時はキャプテンやってて、サッカーだけに集中したいんで、だからまあゲームキャプテンだけやらせてもらってます。あ、力士か。昨日の夜も俺ちょっとスタメン出るからみたいな自慢してきました点取りましたよ、栗原の頭の上からヘディング。見てたの？いや、なんか おかんが言ってたんで見に行ってるらしいんですよ、おかんが。で電話で栗原の頭の上からヘディングしたぞみたいなすごいです。まあでもあいつの方が気強いっていうか、まあ側が強いですね、自分の意見通す感じなんで。でもその負けず嫌いっていうのはもう一緒っすね2人で1対1とかしたら絶対どっちも負けたくないんで削り合いっすJust breathe the air in the sky。プロのシェフが自然の素材からさまざまな料理を生み出すように、地球からのエネルギーをそれぞれの生活に適した形に変換してお届けする、それが私たちの仕事です。一つ一つのエネルギーを一人一人のエネルギーに、エネオス。まあ、東京に、まあ、指定で入れるんだったら、まあ高いレベルで僕もできるんで、まあ嬉しい気持ちでいっぱいでした。僕はサイドバック、右サイドバックなんで、まあ運動量と上がっていった時の攻撃参加とクロスの精度を見てほしいです。フィジカルですね。やっぱり体のデカさも違うから、なんかまあ当たりとかも全然違うんですし、なんかまあその試合の運び方とか。全然まだ経験してるんで、やっぱオーラっていうか、その自分自信持ってプレーしてるんで、ゆうへいさんだ。僕なんかまだまだちょっと、まだ全然ダメかなと思ってるんですけど、まあ攻撃だったら多分自分まだの方が多分いいと思ってるんで、自分ではまあいずれかは、まあ声、まあ、押しのけて自分が出れるレギュラー取って活躍できる選手になりたいなと思ってます。Yes.